炭治郎役花江夏樹です。こんにちは、アガサマゼリス役下野博です。さあ今週も始まりました鬼滅ラジオ。この番組はテレビアニメ鬼滅の刃の魅力をリスナーの皆さんと共に熱く語り合う血風剣劇冒険ラジオです。そうです、はい、噛んでない下野さん、本当すいません、本当に下野さん、いろいろすいません、本当に。いやでも今日は完全に、今回は私が遅刻をしてきたというね本当におめでとうございます。しかもさ15分の遅刻ありがとうございます。本当さ、びっくりさせないでくれよマジで超慌てたわ。いやビッグサプライズがね、実はこのね、ラジオの収録の直前にありまして、そうなのよ、英語版の鬼滅の刃、はい、デーモンスレイヤーの吹き替えを担当している、はい、前逸の、はい、キャストさん、アレックス君が、はい、来てまして、来てまして、そうなんですよ、ね、ようやくですよ下さん、ようやく会えました、会えましたっていうかもうね、とにかく俺の中でもパニックだったわけ、もうあの急ちょっとね、あのギリギリだしっていうのでタクシーに乗ったんだけど、うんうん、タクシーも渋滞に捕まってやべえなっていう状況で、うんうん、でもうちょっとでスタジオに着くよっていう時に急に花江くんとかからガンガンあの LINE 電話かかってきてで俺の iPad ちょっと壊れてんのかなんか音が出ないので、はいはい、でなんかこうイヤホンとかしないと音出ないし、どうしようとかってわーってやったら、そろそろ着きますっつってタクシーの運転手さんから支払いどうしますかとか言われるしもうと思いながら、なんかすごいボソボソ言ってるなみたいな、支払いはみたいな聞こえるなみたいないろいろだからやっててで、とりあえず急いで行って、着いたら、さらにパニックですよ。重なりますね。いや、びっくりしましたね。いや、でも本当、会えてよかったですよね。いや、めちゃめちゃ嬉しかった、本当に。すごい、もう、ナイスガイで。本当ですよ。だからもう今日はじゃあ、全編英語で行きますか。無理だろ。できないでしょ。無理。でしょ？絶対無理。俺も無理だしさ。あと、その後、今日ゲスト来るのに、そのゲストにめちゃめちゃ迷惑かけるよ。そのゲストさんは、海外旅行やっぱ大好きマンなんで。ああ。本当にもうね、英語が堪能。あ、ペラペラ？はい。な多分これ自己紹介というか、そうね、その登場の挨拶ぐらいは英語なんじゃないかなって思うんですけど。ね、いや、俺もそう思うんだよ。いけるよね。いけると思う。で、そんな難しいことないよね。うん、きっとね。そう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 。大丈夫だよね。ね。うん。いや、これ楽しみだね。いや、本当にね。どんな登場してくれるのかな。待望のゲストさんですよ。そうだね。本当グローバル、ワールドワイド。いや、我々も何回かね、こう来てくれ、来てくれって。まあ、前回、前々回とね、そう。あの、ハンテング、ウギ役のね、竹内くん来てくれたけど。そうね、今週はどんな感じに盛り上がるのか。はい、いや、めちゃめちゃ盛り上がりましたからね。俺もそう思うよ。ねえ。ちょっと聞こえましたけど、まだです、まだです。はい。この後すぐ登場です。お楽しみに。はい、ということで、みんなで、テレビアニメ、改めまして、かまど炭治郎役花江夏樹です。吾妻善逸役下野博です。そして本日のゲストにご登場いただきましょう。このお方です。ハローエブリワン、マイネームイズノブヒコ、ね、止めていや行き切るのかなと、ノブヒコ岡本、あー品塚源也役なんていうのこれ、うん、俺も知らない、役ってなんていうの、僕も LA で挨拶した気がする、そんな感じ、はい、そんな感じだった、はい、いややめて、え急な振りやめていただいていいですか、ノブヒコさん、ま、何、はい、いや来てくれてありがとうございます、ありがとうございます、本当に嬉しい、今そこで海外の話をしてる場合じゃないんだよ、ようやくでもノブヒコさん鬼滅の話をこう、いや嬉しい、あのツイッターでも、はい、ようやく原野に触れることができて、はい、とても嬉しくてですね、ええ、今までクレジット自体は原野ってなって、はい、でこの、うん、刀鍛冶の里編から、ええ、ようやく品塚原野というね、フルネームになりましたよね。そうですよね、もうだって立志編のね、選別の時からね、ゲイは出てました。出てるけどね。いや、だからちょっとたくさんお話聞けたらと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、刀鍛冶の里編、始まりましたけど、ゲイヤを、こう、まあ、演じるにあたって、はい、まあ、その第一印象とか、はいはい、まあ、原作からこう受けたイメージみたいな。第一印象自体は、うん、皆さんもおっしゃる通り、嫌なやつで、だいぶいかつい髪型だなって思って、目も血走ってて、はいはい、で、強いのかなって思いきや、うん、いきなり炭治郎に腕掴まれて、うん、まあ折れる、骨折られてっていう印象もあって、じゃあこの後何が起きるんだろうっていうのは、うん、まあ第一印象ではあったんですけど、うんうん、はい、それこそ本誌の方で読んでたんで、そういう第一印象になるんですけど、まあこの刀鍛冶の里編からですね、はい、成長した姿が明らかになり、そこでどうしてここに来たのかっていうのも明らかになってからは、可愛くてしょうがなくて、もう今、いや本当にね、あと刀鍛冶に
来てからさ、はい、なんだろう、炭治郎とのやりとりがもうコミカルすぎてさ。全部ツッコミでした。そうね。ツッコミなんだけど、なんか最初の時みたいな、なんかこう、はい、イライラした感じの、うん、なんかこう、きつい感じじゃなくて、うん、ちゃんとツッコミだったよね。ちゃんと、ね、ちゃんとツッコミで成立してる感じの。うん、そうなんだ、ね。炭治郎のボケが、うん、もう色濃いというか天然すぎて、あれまあボケ、ね、持ってあります。持ってるってある。あ、確かにね、面白すぎて。でもあそこ可愛いよね。すごい顔してましたからね。可愛 い, 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 いですよ本当。源也はそうなんですよ。だから幸せになってほしいキャラクターですね、僕にとって。なるほどね、はい、その声の出し方みたいな、はい、なんか意識してるとこあるんですか。あのディレクションで言われたのが、あんまり抑えないで、もう全部張ってほしいみたいな。うん、常時張ってる人なんだみたいなイメージで、ツッコミも、さらにでかい声出さなきゃいけないんで、はいはい、どん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 金切り声になってくるんですよね。それがやっぱりね、信彦さんのなんか魅力というかね。はい、まあね、はい。そんな中で言うと、私、うん、6話が、はい、6話。6話。6話の B パートが、品津川家の話をやって、はいはいはい、で子供時代をね。そう。みんな、周りのみんな、あの、女性キャストなんですよ。でもさ、すごいよね。すごい。いや、あれすごかったよ。やっぱり。でも楽しかった。そうそうそう、やれてよかったなっていうのもありますし、ね、制作の方々に、岡本で行こうとか思っていただけたのがまず、嬉しいなと思います、ね。確かに。でも、それを演じることによって、やっぱその、うん、ね、今の源也の、こう、うんうん、なんかちょっと理解度というかね、はい、解像度も上がってきますもんね。自分でやることによって、ね。こういう時期があったんだっていうのを脳内に自分の中で胸に入ると、はい、やっぱその後のシーンもだいぶ変わってくると。うん、言いますか。なんでやれてよかったと思います。そうそう、6話の方も言ってみます。はい、じゃああらすじいきますね。玉子と戦う。以上、春日井ガラスのことづけでした。いや、